釧路市の無職田中春樹被告は2016年1月釧路市の住宅で叔母の田中浩子さん当時80歳の頭などを鈍器のようなもので数十回殴り殺害し現金およそ21万円を奪った強盗殺人の罪に問われています田中被告は一審の釧路地裁で無期懲役の判決を言い渡されていましたが弁護側は 時間的に犯行は困難などと無罪を主張ししし控訴していました今日の控訴審判決で札幌高裁の成川司裁判長は多くの状況証拠を見れば被告が犯人とする決定的な証拠と言えないが被告人が犯人であるとすれば合理的に説明がつくなどとして一審判決を支持して被告の控訴を棄却しました。